も大事なところをですね、避けて通ってきて、もう70年経ってしまったんだ。次世代の党は、この60年、70年置き去りにされてきた、最も大事な日本という国の根幹である憲法というものを本当に真剣に考えてみよう。こういう趣旨で決闘された政党です。トップは石原慎太郎、そしてあの参議院議員、拉致問題担当大臣をやり、横田めぐみさんのご両親の最も信頼の厚い中山京子さん、そして山田博史幹事長、そして防衛問題のエキスパートである元高級幕僚長の鴨上俊夫さん、こういった方々の率いる我が次世代の党、根本千尋、今回本当に大事な憲法問題を引き下げて挑戦しております。